皆さん、関西大学行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、皆さん、16段落。まあ、ちょっと長いんですね。で、しかも、設問形式、空所補充問題15題。そして、内容1問題も7題なんですが、まあ、これをちょっとさすがに全部やってるとですね、視聴時間がえらいことになりますので、ちょっと皆さん、抽出してみたいと思います。ですから、16段落中、前半のまずは7段落。そして空所補充問題と内容一致問題もまず最初の5問と3問これを皆さん扱えば解き方わかるかと思いますのでこれでいってみたいと思います。ただし皆さんこの空所補充問題のヒントなんですがこれ関西大学以外でもちょくちょくお伝えはしてるんですが皆さん対比反対とか逆ですよね。このあたりが皆さんやっぱり今回もヒントになってきますのでちょっとこれを意識しながら頑張っていきましょう。さみさん、第一段落でございます。皆さん、一読をしていただいて、皆さん、こちら、内容一致問題ですね。よろしくお願いいたします。で、皆さん、このあたりがヒントになってますよね。で、皆さん、コンビンス、説得とか、イリテイト、イライラという話はないかと思いますよ。ですから正解は C ですよね。Something that had happened at work ということで、職場で起こったことという話がこちらですよね。バッチリ言い換え可能です。サミさん、続いて第2段落でございます。今度皆さん、空所1番に入れる選択肢、これですね。これを考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、空所の左側と右側見ていただいてよくわかるかと思いますが、同じ形をしてますよね。ですから、空欄1番には、遠い接続詞を入れればいいんじゃないか。というところで、C と D は削れますよね。で、皆さん、前後が同じ形になる遠い接続詞、and か or に絞っていただいて、で、皆さん、内容を考えていただきますと、空所の左側、blaming the world ということで、皆さん、マイナスのイメージですね。で、空所の右側、try something different ということで、何か違ったことをしようとしている。自分を変えよう。前向きな話でございますので、プラスの価値観ですね。ですから、マイナスとプラスで対比。反対の関係をイメージすると、いけそうですよね。ですから正解は B の or ですよね。またはということでございますので前後は反対ですね。サミさん、続いての段落でございます。次は空欄2番ですね。お願いいたします。まず文法的に選択肢を絞らせてくださいね。で、皆さん見ての通りパーソナリティ主語で、皆さんそれが変わるということで動詞ですね。で、その性格、個性が変わるということで、ここで意味的にも文型的にも完結しております。で、そこで文型完結しているということは、後ろ、オーバーから右側は M ですよね。で、その M の中で、例えば、ザ・コースという名詞があったら、左側にオーバーという前置詞がついております。で、こっちもそうですね。アダルトフットと名詞の左側に前置詞がついてますよね。となってくると皆さん、ライフイベントという名詞の左側のこの空欄2番には前置詞を入れればいけそうですね。ですからその段階で皆さん A か C かに絞れますね。では皆さん意味内容で多分決めるかと思いますが、 A のインスパイトオブはうにゃうにゃにも関わらずということで、前後は反対、対比です。で、空欄2番の前後に反対の内容があるかと言われても、左側はただ変わりますという肯定。で、右側もライフイベント点点点ですので、特に否定はされてませんので、肯定。ということは前後は対比になっていないので、A はダメそうですね。ですから正解は C ですよね。In response to life events。皆さん人生を生きていく中でのイベントに反応して、これに合わせて性格、個性が変わるという話で、意味内容的にも文法的にもバチです。
さみさん、続いての段落でございます。内容一致問題お願いいたします。で、皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、皆さん年齢を重ねるにつれてプラスのものですよね。そういうものが増えていってますよね。そのあたりを言い換えた選択肢があるかと思います。で、皆さん選択肢の B であれば、長期間にかけて人間関係が必要だとかという話はないですし、 C のネガティブな話もないですよね。ですから正解は A ですよね。皆さん年を重ねるにつれて素晴らしい性格、それを持つ傾向がありますということで、本文バッチリです。さみさん、続いての段落でございます。今度は空欄3番ですね。よろしくお願いいたします。さあ、これは熟語でいけそうですね。ですから正解は D ですよね。 To begin with、 まず始めにという熟語でよろしいかと思います。さみさん、続いての段落でございます。まず空手補充お願いいたします。すみません、ヒントですが、皆さん空欄4番の左側、この棒線のところですね、読んでいただけると分かると思いますが、皆さんプラスの内容が書かれてますよね。で、皆さん一方空欄4番の右側はシャイ&クワイエットでございますので、どちらかというとマイナスですよね。ですから皆さん、2005年当初幸せだった人はこういうプラスの価値観を持っているんですが、皆さんその次の4年間でマイナスに変わってますよね。ですからプラスとマイナスで対比ですよね。その対比の現象が起こったらどう思いますか？もちろんそれはなんでやねんという話になりますよね。つまり興味深い話でございますので、選択肢の A ですね。で、皆さん先ほどの段落の内容一致問題ですのでお願いいたします。で、皆さん考えていただいたかと思いますが、例えば選択肢の B だったら than others、 他人と比べてるかというと比べてはおりませんし、 C の not necessarily ですね、必ずしもうんたらかんたらというわけではないという話もないですね。ですから正解は A ですよね。さあ、今期はこのプラスのこの棒線部のところ、さあこれを検討していただけるといけそうですね。さあ、皆さんラストの段落でございます。空所5番お願いします。で、皆さん空所の左側ですが、50% はイネイト、生まれつき持ってると。つまり先天的ですよね。ということは残りの 50% は後天的の言い換えが入りそうですね。ですから正解は B ですよね。もちろん learn、 学習でございますので、生まれた後に生きていきながら身につけるものですよね。ですから先天的と後天的対比ということでよろしいかと思います。さあ、皆さんお疲れ様でございました。なかなかではなく、特に皆さん空所補充問題では対比がヒントになってましたよね。ちょっと皆さん見直しをしてみたいと思います。皆さん、まずオアが正解になっていた問題があったかと思いますが、皆さんオアと言われたら前後はプラスとマイナス反対ということでよろしいかと思います。そして皆さん、インスパイトオブですね。もちろんの×になる選択肢でしたが、それを削るヒントとなったのが皆さん A と B、 前後は反対ということでよろしかったかと思います。そして皆さん、インタレスティングリー、もちろんこれ正解の選択肢にありましたが、皆さん興味深い、そうです、人が興味を抱くときというのは一体どういうときなのかを少し考えていただけるといいかと思います。例えば皆さん、模擬試験の偏差値が60です。そして合格した大学の偏差値は60です。で、こういう状況で人は興味を抱くかというと、まあ60取ってて60の大学受かれば、まあそれは普通だねみたいな、それは当然だよみたいな感じになるかと思います。
ただし模擬試験の偏差値が40でちょっと浮かばないんじゃないと思ってたら偏差値60の大学に合格しました。となってくるとなんでやねんっていう話になってですね、興味が湧くのは人の心理でございますので、ですから皆さん40と60ですのでこれですよね、対比の関係ということでよろしいかと思います。そして最後の問題もありましたが、イネイトとランド、先天的と後天的、対比ですよね。ですからこういう感じでさ、対比がですね、こういろんなところにこう出てくるんですね。もちろんこれは関西大学に限ったことではないですし、もちろん言い方を変えると次の年、皆さん翌年ですよね、もし皆さんが関西大学を受けたとしたら、こういったところがヒントになってくるということはかなりの確率で高まりますので、ですから少しやっぱり意識をしておいていただきたいですし、このヤタシとスタディでもなるべくですね、この対比を意識してですね、皆さんに注意喚起、皆さんに言ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。